男子高校生の休日ルーティン。今道ここです。今道ここです。なんか間違ってる？大丈夫？うまっ！出てって集中できないわ。いたら困るわ。どうも花子です。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いしますということで、今回の企画なんですけども、最近なんかルーティーンっていうのが流行ってるらしいんで、ちょっと今回やっていくルーティーンが男子高校生の休日ルーティーン、これやっていきたいと思います。ありがとうございます。旅館が好きなんで、結構ね、土日空いてる土日とかあったら、その土日使って旅館に来て一人でこもって編集するっていうのが結構ルーティーンなんですよ、僕一人で。しかも今回の撮影ということで、このカメラマンさんもいるんですけど、なんかここほら見て、後ろとか大自然のこの感じ、北海道の登別にある旅館に来てるんですけど、ちょっと早速入っていきますか。行きますか。さあ行くぞ。鍵もらってきたんで、ちょっと上がりますか一回部屋まで。毎回結構違う旅館の点々と行ってるんですよ。今回はどんな旅館の部屋なんでしょうかっていうことで、こういうねちょっと楽しみもあるわけよ。今道ここです。今道ここです。210だ。言ってよ。それ言う、いや間違った時にすぐ言ってくれると困るわ。201じゃないよこれ、210だよ。はい、行きましょう。行きましょう。じゃ、てん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 。どうですか？まあ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 。旅館って感じだね。じゃあ、早速。広いやん。広いやん、全然。全然広いやん。走れちゃうやん、これ。ほら、回れちゃうよ、これ。回れちゃうよ、これ。まあまあ。山って感じだよね。眺めは。正直、見飽きてます、もう。毎週山見てるんで。ちょっと軽く部屋紹介でも行きますか。じゃあ閉めてよ、閉めてよ。全部聞こえてるやん、アホか。危な、ここから行く。あ、布団ね。あ、これいいマッサージ機だ。なんかホテル行くよりもなんか旅館っていいじゃないですか。旅館ってなんか落ち着くじゃん、その言葉の響きが。だから内装はホテルでも旅館って名前だったら別にいいんだよ。痛い痛い、ちょっと使い方わからん。いやちょっとね、あれからいろいろ急遽予定になかったんだけど、ちょっと急遽撮影して、わかる？大体何の撮影したかわかる？そう、まあそれも近々上がると思うんでお楽しみにということで、ちょっとね一旦もう髪も髪なんで温泉入ってこようと思います。なんかおかしい？なんか間違ってる？大丈夫？行けるよね。はい、ということで今ね温泉上がってきたんですけど、まあまあまあなかなかいい湯でした。なんかちょっともずくみたいなの浮いてたけどね、若干。ということでご飯の準備できたってことで、ここじゃなくてなんかどっか違うところに呼び出されたんで行きましょうか。うわぁ、うわぁ、あぁ、なんか思ってたより豪華だわ。見てこの感じ。いただきます、いただきます。うまいぞこれ。なんかこう休日一人でさ、こう旅館来てさ、こういうの食ってるって渋いよね。おじいちゃんみたい。老後を過ごしてます、もう今から。うまい。ここが僕のハダザースカイ。いやー美味しかったね、美味しかったね。あのステーキマジでうまかったな。あれマジで、あれで4000円ですからね。実はこの一泊とあの夜ご飯と朝ご飯ついて4000円ですよ。安くない？僕も毎回高いとこ泊まれないんで、こういうなんか安いところを探して毎回泊まってるんですけど、前回行った旅館も4000円だったよね、確か。そうなんですよ、安いよね。で、こっからですよ、僕が旅館に泊まりに来る一番の目的、この編集ね。
ここで、毎回ここの席、旅館ってこういう部屋になってて、畳があって、ここに窓があってって感じなんだけど、どこの旅館も、俺の席いつもここなんですよ。ここのちっちゃいテーブルで、ここでパソコン開いて編集するっていう感じ。ここがね、一番集中できんの。そう。で、朝までやって、寝ないで、そのまま家帰って、家で寝るって感じなの。別にここでは寝ないんですよ、いつも旅館の中では。あのね、なんだろう、旅館で別に寝なくてもいい派なんですよ、僕。どちらかというとね、雰囲気を楽しんでるから。何？ちょっと待って、困るわ。急に来るのは困るわ、さすがに。ちょっと待ってよ。救急だからね。寝てたわけじゃないよ。唾飛んだわ。寝てたわけじゃないよ。別に。休憩だから。今ほら。だから休憩だからまだやるよってことで、そのままパソコンも閉じないで置いてたでしょ。そんな撮ってなくても、ずっと撮ってなくても朝までやりますから、僕は編集ずっと。ずーってやると思った？逆に。逆にずーっとやると思った？休憩しますから、そりゃ。休憩して、こう。もういいでしょ。もう撮れなきゃ十分よ。そんな感じ。そんな感じです。わかりました。ありがとうございます。もういいよ。まだやりますから、戻りますから。出てって集中できないわ。いたら困るわ。支障出てるから。もう。じゃあ、明日、また明日。ちょっと待って。困るわ、そういうの。困るわ。何してんの？言ってても。だから今も寝るわけじゃないからね。休憩の途中だから。さっき休憩してる間に来られたから。しっかり何分って決まった時間休憩してからじゃないと、編集戻れないから。わかる？もういい。言ってくれ。頼む。何じゃねえかんだよ。寝てないよ。